こんにちは、ここは900ニュースです。今日は日本時間7月1日です。ツイッター荒木健太郎によりますと、山口県下関市で危険な雨の降り方になっており、記録的短時間大雨情報が発表されています。水害に厳重に警戒を。当地のメディアによりますと、630AM 8時、71AM 8時までの雨雲レーダー夜間に、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、線状降水帯の発生、緊急安全確保と、まさに記録に残る大雨となりました。明るくなったばかりで、被害の全容はまだ不透明ですが、大きな影響がないことを祈ります。気象庁によりますと、発達した雨雲の帯が東西に伸びており、山口県内の広い範囲に非常に激しい雨を降らせています。中には福岡県築城町付近で2時0分までの1時間に約110mm の猛烈な雨が降った。これは気象庁から記録的短時間大雨情報です。